秋ですね。でっかいさつまいも、そしておー、色づいた柿。これはまたすごい。これ柚子ですって。ね、この地元湖北ね、長浜市の木之本町、今日は小山から生配信しているスタジオ湖北なんですが、これはね、先ほど我がスタコホチームがね、木に登ってはい、めぐちゃんが収はい、穫し収てく穫れしましたた。柿ね。はい、いいね。ちょっと渋っぽいね。渋柿ですね。ねはえ、うまくまた美味しく食べたいーい。ねえ、ね。作りたいですね、いろいろとねね。え。あれ？お？お？なんだ？あれ？お？ですよ、ももちゃん、はじめまして。こんにちは。こんにちは。これ美味しそうな柿じゃないか。これ美味しそうですね。バニスケ、お腹が空いてます？いだったら柿食べるかどうや、だ。ももちゃん、僕、あんた食べます？ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれよ、ワニスケ。食べるんだったら番組終わってからにしてくれ。とりあえず始めるか、どうだ。オッケーです。それじゃあ行ってみよう。スタジオ広告、始まあ、いや、楽しい。いいね、こういうオープニングもね。さあ、今ね、にぎやかにオープニング飾ってくれたのが、もう一回見せてみて。まずは、ワニスケ。イェーイ、かももわいい。かわいい。これ、ね、持ち主というか、オーナーは？そうです、ゆうくんです。ゆうくん、トニーレイブのね、ゆうくんね。ゆうです、お願いします。はい、そしてトニーレイブのね、ゆかはい、さんゆかね。です、お願いしはい、まこの後す。ね、アーティストナイトでね、たっぷりとお話伺って、そして今日はミニライブもね、してくれます。そして、かわいいももちゃんを持ってきてくれたのが、お。新人。これ何？彼女なの？坂本くんの。ペット？あ、そうっすか。ね。このギャップがいいよね。ということでね、今日ね、ゲスト、急遽ね、坂本慎一君もね、来てくれてます。ありがとうございお願いしまます。す。ね。さあ、こんなメンバーでね、お送りしていくわけなんですが、まずは週末の湖北の風景から参りましょう。まずはめぐちゃんからのレポートですね。はい、お願いします。じゃん。お。はい、これ10月18日日曜日に滋賀県高島市にあります琵琶湖こどもの国でオレンジリボンのたすきリレーというものがありました。で、このオレンジリボンっていうのが児童虐待防止をテーマに活動されている団体でして、この日ですね、スタジオ湖北の生配信そうをそうさせていたね、だいてまでしすた。ね、はい。で、ここ会場内は当日はなんかすごい人がね、にぎわったらしいですね。そうなんですよ。いろんなダンスだったりとか、あとアイドルの方が歌歌っていただいてたりとか、いろんなイベントが盛りだくさんだったので、アイドル知ってるよ。ね、あ、本当ですフか。ルーレットでしょ。あ、そうです、そうです。ね、はい、可ね。愛かったですね。さあ、そしてそのね、メインイベントのたすきリレーということなんですか。あ、これすごいわ。オレンジ色なのね。そうです、そうです。オレね。ンジリボンなので、オレそっンジか。色でたすきリレーっていう形で、一応17日に大津をスタートされまして、彦根湖北を経由して、まあ、10月18日この当日に高島市の方でゴールされましたね。この日すごく天気良かったもんそうなんですね。よ、もうあった暑いかい、ね、もうぐ暑らいいぐで。らいでしたね。ああ、皆さん無事にゴールされそうたでんす、そうだ。です。昼間走っておられて、まあ、3時半なんで夕方前ぐらいにちょうどゴールされるところですね、ここれれが。ね、後で聞いたんですけど、なんはい。と我が長浜市の藤は井い。雄二市長も走ったらしいよ。おお、すごいですうん、長ね。浜の区間をね、はいはたすきを持っいはいはいはい。てね。さあ、そしてゴールした後は、あとは、これおお、です。きれいね。風船をみんなそれぞれ1個ずつ持って空に飛ばそうっていうのがあって、一斉に空にもう大量の風船を飛ばしましたね。綺麗でああ、し空にょ。生えて綺麗だそうなね。んですよ。青空にオレンジがすごく生えて、ちょっと感動のフィナーレでした本当ね。ですね。ね、この児童虐待防止のね、オレンジリボンたすきリレーっていうのは、今年で6回目をね、迎えたっていうふうに伺ってるんですけどね。まあ、ね、やっぱり悲しい事件がね、日本を
この滋賀県でも起こったし、湖北でも起こったし、はい、日本全国でもまだまだ後を絶たないというね、うん、ことで、うん、はい、どうしても児童虐待って特に家庭内だとね、うん、表に出にくいっていうことがあって、ね、近所の人とか、うん、それからね、まあ、学校の先生もそうなんですけど、うん、こうやっぱみんながこうね、自分のところにはもう子供はいないわって、うちもね別にちっちゃい子いないんですけど、うん、やっぱこう近所にみんなでこうね、地域力っていうのかな、ね、目をこうね、見る、ね、うん、こう気をつけて見る、うん、みんなで守っていくっていうことですよ ね、 ね、うん、はいね、とてもいいイベントでした、はい、そうですね、はい、生中継初めてじゃない、ひょっとして。あ、そうです ね、 ね、どうだった、うん、あ、でも私生中継あれの時に行ったかも。あ、そう、あれの時ね、はい、うん、でもすごくね、やっぱりね、外でやる生中継私初めてだったんで、うん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 、やっぱり皆さんもあれ何か来てるっていう目で見ていただいたりとかもして、うん、やっぱり皆さんの楽しい笑顔とかも生で見れたんですごく良かったですね、はい、うん、お疲れさんでした。またね、機会があったらこういう、ね、生中継も挑戦したいですね、はい、ありがとうございます。めぐちゃんからのオレンジリボンたすきリレーのね、はい、報告でした。さあ、続いてじゃあ私からいきます。ヨゴいきますね、10月の17日先週の土曜日からヨゴ丸ごと里山芸術村、今年もね、開催されました。この旧ヨゴ小学校、この木造のね、いい味わいのあるね、校舎、これ講堂なんですけれども、こちらをメイン会場としてヨゴ町内一帯での開催ですね。で、今回の、まあ、メイン、ね、今までとちょっと違うところはこの次の絵ね、これ子どもさん、世界各国の子どもたちの絵がね、たくさん展示されていたんですね。どのぐらいだったかというと、なんと60を超える、ね、国からおよそ7100点が集まって、その中から選んだ130点の、ね、世界の子どもたちの絵がこんな風にこの校舎の教室の中に展示されていたんですね。で、当日はね、こんな子どもさんと一緒にね、こういろんなワークショップもあったりして、すごい皆さんね、親子連れの方が参加が多くて楽しんでらっしゃいましたね。で、旧のこの校舎教室の中、当然木造ですから、なんか昔ながらのね、窓の枠とか、それから掃除道具を入れるね、用具入れとかね、いろんなそういうのがあるんで、あとちっちゃいね、竹の低い、背の高、低いね、水道のコーナーなんかもあるんですけども、続いてこんな風にこれ油絵の作品なんですけども、この校舎の中こうやって展示されて、それがね、すごいね、校舎、このね、味わいのあるね、校舎とマッチして、でこのね、今映ってないんですけど、昔あったでしょ、美術室にあったような四角い木の椅子ね、これが並んでて、あ、多分ここのね、旧の汚小学校でこんな風に皆子どもたちね、木の椅子に座って、木の机もあったりしてね、多分賑やかにね、楽しんだんだろうなっていう、なんかこうタイムスリップというようなね、気分になりました。はい、さあ、そして続いてのお写真ね、参りましょう。今回もう一つの特徴がアールブルット、ね、生の芸術と言われているアールブルットの作品もいくつもね、展示されていましたね。こんな風に直にね、楽しめました。さあ、そして今回初めてヨゴ湖畔での展示もあったんですね。続いてこれ鉄作家さんの作品なんですけど、これね、タイトルわかる？これはこの作品でタイトルなんか想像できる人、東田くん、どうや、自分が、うん、このタイトルをつけるとしたら、タイトルつけるとしたら、うん、うん、今の今の写真もう一回写真、もう一回見て出してあげて、田中くん、もう直感で、直感で何でしょう、5、4、3、2、1、あー、でもな、やっぱアーティスト才能ないかみたいな。お二人どうですか、アーティストさん、今の作品なんかタイトルつけるとしたら、作、うん、作いいよ、若干高く見せてくれる、ね、確かに作に見えるね、はい、ゆうさんどうですか、これ作品、僕はね、これ作に見えなかったんですよ、この、うん、何見えちゃう、椅子かなと思って、あ、椅子ね、ちょっと近くなったね、これ実はね、作品のタイトル正解は人だったんですよ、人、人間の人ね。で、横湖畔にね、こんな風にね、作品があるって、これもね、いい、ちょうど当日ね、すごい天気良かったんで、なんかいい感じでしたね、横湖もね、はいね。さあ、そして旧のね、この横湖小学校メイン会場にはこんな風にマルシェも開かれてね、横湖の特産品を販売したり、そして食べ物飲み物ね、そこの場で召し上がっていただくなんていうね、コーナーもありました。そして近年このね、里山芸術村で
音楽イベントもね同時開催されてっていうのが特徴で、当日はねオープニングは岡田和弘さん、そして午後はこのシャンソンの岡本あゆみさん、アーティストナイトにね以前このコーナーにも出ていただいてるんですけども、彼女のシャンソン、あのアコースティックギターの水谷さんと一緒のシャンソンライブで、これには結構良かったです。あの旧の汚章のこの行動なんですよ、昔のね、なんだけどすごくね音が響くのね、いい感じで、でこの秋のね午後になんかこういい雰囲気で会場に来られた方もねとても満足されてたんじゃないでしょうかね。これからもねこの余呉里山まるごと芸術村、25日日曜日までね、いろんなイベント展示も含めましてね、ワークショップ、もちろん音楽もあります。今週末にはフォーラム、まちづくりフォーラムなんかもね開催されますので、詳しくは余呉まるごと里山芸術村でねチェックしてみてくださいということで、あ今日余呉からねゲストね、お客様も来てらっしゃる ね素敵ですよね。ね、はい、ありがとうございます。さあ続いてはじゃあマフィーさんからね、あ今度はまたあの女性たちがいっぱい登場します、どうぞ。はい、はい、ヨガでイベントあった同じの、うん、10月13日に長浜、市内、うん、旧市街地、うん、では、第31回長浜着物大演遊会が行われました。はい、まあ、いい天気で全国から539名の参加者があり、ほう、着物デーの参加者も166名と合わせると705名の参加者が長浜市内を、ね、散策してくださり、とても賑わいました。イベントの最後には大抽選会を行われ、151社の協賛者から406本の景品があり、400本、はい、すげえ、うん、まあいろいろもらってる人が多く喜んでおられました。そうだよね、はい、まあ、今回また大通寺が改修後のことで大通寺三門でも特設整理が行われ、あさっきの最初に出たのが大通寺さんのね、はい、前ですね、はい、あこれいいね、だから3年ぶりぐらいかと思います。あ、はい、そう、はい、で、ライブとかイベントされてました。また引山博物館の方でもパフォーマンスなどされていました。うんうんうん、マフィさんどうでしたか、感想としては。まあ、着物がやっぱ綺麗やなって思うというか、そういう、うんうん、そのいいよ素朴な、ね、感想だな、確かに、うん、まあ、歴史の街、そういう古い街並みに合ってるなって思いました。うんうん、でその中で、まあ、このイベントがだからその支度を入る昔してたこの秋のイベントなんですが、うん、まあ、写真も何回か撮りに行った中でやっぱ年々やっぱ外国人の方も、ね、ほうほうほう、参加者も増えてるなって感じで、あ今映ってるの、そうですね、真ん中の方ね、結構背の高い方、ね、この外国人の方、写真のピースしてくださるものすごい愛嬌のいい方だったんですがそうやっぱり観光都市長浜はね国際的にもね、なってきてるっていうことかな。国際的になってていいなと思いました。うん、これ女性だけなの、着物着られるのは。いや男性も、OK、あ男性も着られるんだ。来たのマフィーさん、ね、来たいなと思うんですけどね、うん、来年たぶんね、じゃあ挑戦しよう、ね、はい、まあ、お好きにどうぞはい、ありがとうございます。さあ続いての写真参りましょうかね。同じ10月、あ、この次の日ね、10月18日日曜日なんですけれども、地域安全長浜市民大会が旧美和町の美和文化学習センターリュートプラザで開催されました。これはね、町の安全はねみんなの手でっていうことで、地域力を高めてね安全安心な暮らしをしようっていうことを合言葉に行われたものなんですね。で、あの長浜市の防犯自治会さんが主催で、こんな風にね参加者にはこういう防犯関係のグッズもね無料で配られてました。こうボランティアの方々がねたくさん参加されて、で当日は、防犯功労者表彰ということで、この長浜市内の5名の方と2つの団体がね表彰されたんですね。これがすごいんですよ。例えば通学路の立ち番とか、小学生の登下校時の見守り、夜間パトロール、そして危険箇所の点検などね、もう日頃からねこうずっと長くね防犯啓発活動をね取り組んだ方々、もう本当頭が下がりますね。そして今映っているのは、これはあの当日参加された中村俊之さんからね送っていただいた写真なんですけど、これはあの大会宣言ですね。犯罪は絶対に揺らさないっていうのは合言葉として、誰もが安心して生き生きと暮らせる地域づくりをより一層推進していこうということで、北郡のつくし会さんが宣言をしてくれて、で皆さんの、ね、拍手を持って採択されたということでした。まあ、あの午後後半はね、あの読売テレビ報道局解説委員で、あのテレビの情報ライブミヤネ屋って知ってる、
あれのテレビコメンテーターとしてもおなじみの春川雅昭さんによる講演なんかもありましてね、皆さんがこうね、防犯どんなことに気をつけたらいいかなんていうのね、耳を傾けておられました。はい、ということで、当日ね、その配られた、ちょっとこちら写してもらってもいいですかね、こんな感じで、はい、こんな可愛いあのエコバッグにね入って、これね、あの印刷、これあの、キャラクターね、うん、長浜警察署公認のマスコットでひよたんって言うんです。そうです、ごめんね、ひよたん、はい、あ、そっか、これね、はい、はい、失礼します、ひよたんね、はい、そうなんです。で、これね光るんですよ、夜なんか夜でも使えるのね、はい、こんな感じでちょっとね、ちょっとボーファン、私も当日は少し、あ、やっぱりこうね、考えなきゃ、ちゃんと気をつけなきゃダメだなと思いました。さあ、続いてのね、お写真参りましょう。続いては、あ、ピンクリボン行きましょうか。はい、お願いします。お、綺麗、はい、はい、乳がんの、発見、乳がんに関しては、もう一回ちょっと行こう、はい、もう一回行こう、はい、はい、乳がん防止 あのイベントでのピンクリボンが、15時から18日に、うん、日曜日に行われて、10月18日、はい、日曜日ね、はい、まあ、それが夜の部として、長浜城特報公園一帯がライトアップされました、うん、まあ、普段とは違う、まあ、幻想的な光景でとても綺麗でした、うん、本当だね、これもね最近ね何年かね続けて行われてますけど、ね、ピンクのリボンがこの長浜城ね、あの映し出されてね、綺麗に浮かび上がるのね。だからこのイベントがあるって知らなくてもね、近く通りかかった人、お、なんだなんだっていう感じでね、見上げて、で、あ、ピンクリボンってそういう乳がんね、撲滅のためのそういうものなんだっていうね、知った方も多かったんじゃないですか。で、あの最近はね、やっぱりね、芸能人でちょっとね、やっぱりがんのね、で残念ながらね他界されるねニュースもよく聞きますし、それからね、あのなんだっけ、北斗晶さんだっけね、乳がんでね、あの手術を受けられたなんていうこともあって、あれ以来ね、なんか乳がん検診受ける人増えたっていうふうに聞きますね。ね、これはあのね、あの私たち女性もう本当に年齢関係なくっていう感じなので、やっぱりちょっと気をつけたいかなと思いましたね。当日はね、あの昼間は長浜病院の、ね、先生による、ね、講演なんかもあったと聞いてますね。はい、ありがとうございます、マフィスさん。そしてまだあるね、はい、今日はいっぱいだ。続いて、あ、ほっかほかのニュースいきましょう。今日入ってきた話題です、どうぞ。21日から23日まで、長浜ドームにて、環境、じゃあ琵琶湖環境ビジネスメッセ2015が行われています。はい、環境ビジネスメッセとは日本最大級の環境と総合の見本市です。去年は 3万5940人の来場者あり、今年も3万6000人の来場者見込まれています。うん、今日だけでも、もうすでに9180人の来場者があったそうです。今年の目玉っていうのが、テーマになっていて、クリーンエネルギー、燃料電池、うん、水素エネルギーがテーマになっていて、うん、その燃料電池の関連で未来、うん、燃料電池水素自動車の未来も来ていて、うん、実際に乗ることもできて、僕も乗ってきました。へえ、これ今映ってるのがそうなの、はい、かっこいいね。またブルーがね生えてますね。とても静かでした。静か、そりゃそうだろうね。なんかあのね、世界の自動車メーカートヨタ自動車がね、何年か後、あれなんだっけ、2050年でしたっけね、50年にはもうガソリンの、ね、自動車撤廃で全て電気自動車にするなんていうニュースがにぎわってますけどね。あ、そっか、そういう時代になってきたんだ。1回の満タン650キロ走る。650キロ、あ、じゃあ普通だよね、本当ね。へえ。ただしその水素ステーションが、うんうん、あの滋賀県で言うたらまだ石山にしか一つしかないです。ああ、そっか、そうか、そのね、あの充電って言わない、なんか充電かでもやっぱりね、まあ、給油給油ですね、給水素ね、うん、そのステーションそうだね、まずはね作らないといけませんね。ああ、そう、へえ、うん、もう一枚写真あるよ、これは何、うん、あ、バイオ大学のスタッフでおなじみのバイオダイさんも出展されていて、うんうん、まあ、内容は、またそれもスタッフでおなじみのアイジムとか、うん、霞山椒の保護の活動とか、うんうん、地酒プロジェクトとか、うん、そういうのを出展されていました。あ、そうなんだ、へえ。そう、アイジムね、金メダルを取ったということでね、
11月の第1週目だったかな、ね、この番組でまたねあの報告しに来てくれますからね、楽しみに。東野君行った？これ、はい、僕は今日あの、うん、授業の一環で今日行かさせていただきました。あ、本当？はい、じゃあずっと結構ブースを回ったの？そうですね、2時間ぐらいあのいろんなブース回らせてもらって、はい、なんか印象に残ってるブースってありますか？印象に残る、僕はまあ将来あの食品関連に興味がありますので、うんうん、あの食品とか微生物 の、 あの会社がありまして、うん、そこに興味をちょっと持ちました。あ、ほんで今日あれかネクタイとスーツ。そうです。おー、なんかもう就活してるかなとか思って。全然学生っぽくないんですけど。いやいやいや、はい、ね、でもいいよね、かっこいいですよ、似合ってますよ。 ありがとうございます。はい、あ、そうですか。でもそういうね、やっぱりいろんな社会のあの会社のね、いろんなのをね知るって悪くないよね。はい、そうですね、そうだね。はい、あ、チャットいただいてます。男性でも乳がんになるそうですよ、気をつけましょうって。あ、そうね、そうなんだ。 ありがとうございます、としのさんね。はい、はい、さあね、いろんなイベントレポで最後は湖北らしいね秋の風景2枚ねご覧ください。あー、いいね、これはジミーちゃんからね、夜後のすすきだそうですね、光をね逆光から、いいですね、秋ね、秋の風にこうちょっとねそよいでる感じですね。はい、そして続いてが、あ、これ何撮ったんだろうな。これね、長浜市の加納町の白山神社だそうなんですけど、相変わらず地味フォトですね。犬目線、虫目線かな。紅葉かね、これね、地面に紅葉落ちてる。あ、朝露かな、わかんないね、来週来たら聞いてみよう。以上、湖北な風景のコーナーでした。はい、ということでね、さあ大変長らくお待たせいたしました、ここからね今日の特集になります。湖北にゆかりのねアーティストさんをお招きしてお話、そしてミニライブをしていただきます、スタコホアーティストナイト、なんと第15弾を迎えました。本日のゲストはトニーレーブさんのお二人でございます。拍手、イエイ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ご紹介します。私の、ね、向かって隣、画面だと右側ですね、はい、ボーカルとギターのゆかさんです、はい、こんにちは、ようこそ。こんにちは、はい、お願いします。はい、そしてその隣ですね、ベースのゆうさんです、こんにちは。ベースのゆうと申します、お願いしま す、 お願いしますね。今日はオープニングからね、一パフォーマンスありがとうございました。さあ、まずね聞きたいの、このトニーレーブっていう名前なんです、これ何か意味があるんですか？由来は、もともと私がすごいあのワンピースっていうアニメがすごい好きで、うん、はいはい、そのワンピースに出てくる、うん、チョッパーっていうトナカイがいるんですけど、いる、うん、そのトナカイの本間の名前が、うん、トニートニーチョッパーっていう名前で、うんうん、そのトニーとレーブはフランス語で夢っていう意味で、それをかけたらいい感じになるんちゃうみたいな感じで、はい、それで、うん、はい、っていう感じですね。あ、はい、そうか、じゃあチョッパーチョトニートニーチョッパーの夢。そう、よく言われます。フランス語、フランス語好きなんですか？いや別に。そう、好きなのはね、プロフィール、ホームページプロフィール見たら、ゆか、うん、さんは血液型 A 型でクジラをこよなく愛す、はい、そしてゆうさんは B 型でコーヒーをこよなく愛す。そうですね、はい。コーヒーはなんとなく、どんなコーヒー？そうですね、うん、まあコーヒーはそうですね、まあちょっと微糖が好みなんですけど、微糖好みね、はい、まあ、あの風味がねすごい落ち着くと言いますか、ちょっと大人の飲み物ですよね、はい、はい、クジラ。なんでクジラなん？いや、クジラはあの基本的にあの丸くて大きいものがすごい好きで、で、うん、もうドストライク、ドストライ ク、 ライク、クジラがビンゴなんだ、大好きです。じゃあこの今日あのこの、いや、もうずっとちょっと狙ってました。クジラでかい、大きいけど丸いかな、え、丸くないですか？まあいいや、はい、まあこんな感じね。こんな感じ、面白い。あ、そんでお二人のそのね音楽のジャンルがポップロックバンドって書いてあるんですけど、これどういう意味ですか？そうですね、うん、あのポップでもありロックでもあり、うん、みたいなね。あ、はい、なるほどね、まあ、幅広い、幅広く、そうですね、はい、なるほど、うん、はい。じゃあそもそもね、このゆかさんとゆうさんがね音楽を、まあ、2人で一緒にしようと思った、なんかこう出会いからちょっと聞きたいなと思うんですけど、出会いは、うん、私がもともと一人でしていて、うんうん、でその時は
ドラムの方がいて、うん、でその方と2人で活動していたんですけど、うん、本格的にバンドがしたいなっていうので、うん、あのインターネットのバンド掲示板みたいなのがあって、うん、それを駆け込んでで来てくれたと。インターネットで募集したんですか？そうなんです。あの相方を？そうです。ちょっと初めて聞いたし、でそれを見て、そうですね、うん、それでちょっとたまたまちょっとバンドしたいなと思ってまして、うんうん、でそこでチェックしてる時に会ったんで、うん、あじゃあちょっと行ってみようかなと思って。あるんだ。あの顔写真とかなしですよね？なしですね。こういうバンド、こういう人希望みたいな、そういう感じで、はい。で第一印象どうですか？2人それぞれあって、じゃあまずゆうくんがゆかさんを見た第一印象は、はい、そうですね、まあ、最初会った時はすごい物静かなおとなしい方でしたね、うんうん、なんですけど、まあ、こうやってバンドを何年もやってるうちにすごいなんか垢抜けてきたと言いますか、垢抜けて、うんうん、すごい明るく、あ明るくなってきた、よく喋るんで、あイメージとちゃうわみたいな、ちゃうわな、あなるほど。じゃあゆかさん、あそうゆかさんが見たゆうさんの第一印象はどうでしたか？最初会う前に、うん、そのメッセージでやり取りをしていたんですけど、うんうん、もうその時に、うん、今まで見たことないぐらいの絵文字がパーってなんかついてて。なんかすっごい明るい人なんやろなって思ってたんですけど、うん、実際ちょっと待ってよ、絵文字、はい、男子だよね、男子と男なんですけど、ブワーっとむっちゃもう今まで見たことないぐらいバーって書いてあって、うん、これはどうやら人来るわと思って思ってたら、うんうん、普通に会った時は、うん、初めましてみたいな、うん、普通やんみたいな、あでちょっと株が上がったみたいな、うん、って思ったんですけど、うん、なんかですけど、ですけど、うん、喋ってて普通初対面ってなんか敬語じゃないですか、うんうんうん、年上であっても、うん、年下であっても、うん、まあ、初めましてみたいなぎこちない感じになるのに、うん、もうなんか会って名前聞いた瞬間に、うん、じゃあゆかはみたいななんかむっちゃフレンドリーよみたいな食べきり確実なさ、はい、あ、そう、そう、なんか意味があったんですか？いや、うん、特に意味はないですけど、うん、まあ何なんですかね、ちょっと僕もわからないですけどなんかもう、あのこの人とはなんかうまくいきそうみたいな、そういう直感的なひらめきがあったの？そうですね、直感で、あ、そう、はい、でそのポップでもありロックでもありっていうそういうね音楽をやることになった、うん、特になんかその自分たちがやってる音楽にこういうところなんかこだわりとかってありますか？こだわりは、うん、でも本当にすごく曲が一つとかじゃなくて、うんうん、すごく幅広いので、うんうん、結構その幅広い年齢層の方から結構支持されていて、うんうん、そうですね、こだわり、うん、これわりあの幅広いね、そうですね、なんかなんかこうやってこう緩い感じなんかな、うん、そうですね、そんな感じがする、ね、はい、ね、で、あの2人でそれが2012年6月結成したトニーレイブをね、はい、でそれからまあライブをされ出すということなんですけど、じゃあちょっとこのねライブの、おーすごい結構派手派手な感じですね、そうです ね、はい、なんかこのライブ始めて印象に残ってることとか、はい、なんかエピソード感想などあったら教えて。あでも、うん、やっぱりバンドを結成して、うん、半年でワンマンライブを地元でしたんですけど、半年でワンマン、はい、すごいすごい、うん、それがやっぱり自分らの中では一番印象が強いライブですかね、うん、やっぱりそのワンマンライブをする、うん、するというかもうバンド自体が、うん、ほんまにそうやって組んだりするのが初めてだったので、うんうんうん、もうライブとかも全然その慣れてないって感じだったので、うん、だったので、うん、そうですね、一番なんかめっちゃこういろいろと考えて、うん、自分らのスタイルをこうめちゃくちゃ考えて作ったライブなので、うん、はい、一番印象残ってます。あ、そう、はい、ファーストライブね、はい、はい、お客様の反応反響ってどうでした？いやでも私らもすっごい不安やったんですよね、うん、やっぱり一番最初やし、うん、どうしようって感じだったんですけど、もうすごいなんか
一緒にお客さんも一緒に乗ってくれて、うん、すごいなんかその空間がほんま一つになってるっていうのを実感できたので、うん、本当にすごい素晴らしい景色でしたね。本当にチャットも来てますよ、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆかちゃんワールド全開、ね。はい、FB から前川です、前川ですかな、なんかファンさんかな、はい、フェイスブックですね、はい、ありがとうございます。あ、フェイスブックか、ね、ですね。そしてめっちゃアットホームですねって、これなどれを指して言ってんだか、このなんか雰囲気かな。いや多分あのさっきの野外ライブの写真が上がったんで、うん、あ、ね、はい、ありがとうございます、ね。浴衣、そうそう、さっきね、浴衣、あ、あれ浴衣祭りどっかの、そうです、彦根の浴衣祭り、ね、かわいいね、はいはい、やっぱあの当然ながら、まあ、ゆかちゃんへのねメッセージが多いですけどね、できたらその方ゆうくんにもよろしくお願いします。お願いしますね。あ、川崎は楽しみしてる、あ、もう知ってる、早っ、この方、ありがとうございます。またね、今後のライブ告知ね、はい、しますけど、そう、あ、そうなんだ、へえ。基本的にあの全部オリジナル曲、はい、ね、そうです。作詞作曲は、あ、私が、ね、ゆかさんが知ってる、はい、あ、そうですか。なんかこんなことをこう曲にするとか、こんなことを特に歌いたいとか、こんなことで皆さんにね楽しんでほしいなんて、これからに向けて何かこうありますか。いやでも、あ、じゃあ先にこれゆうくんから聞こうか、うん、ね、うん、そうですね、うん、まあ これからしたいこと、ね、うん、そうそうそう、まあ、でもやっぱり、うん、まあ、こうやってトニーレイブ活動してもう3年になるんですけど、うん、やっぱりそのいろんなところでライブとかしながら、うん、やっぱりいろんなお客さんに聞いてもらって、うん、僕らの音楽を、まあ、一人でも多く気に入っていただけたら、うん、あの嬉しいですね。いろんな人にね、はい、いろんなとこで聞いてもらいたい。ああ、いいね。そう、やっぱりね、あのアーティストミュージシャンってまあ聞いてもらってって感じですもんね、はい、うんうん、はい。ゆかさんはどうですか。私は、うん、あの本当にすごい昔からものすごいこう小心者で、もうなんか一切なんか しゃべらないみたいな感じの性格やったんですけど、でもだからすごいこう考え込むような性格なんですけど、うん、まあでもそんな自分が救われたというか、前に進めたのが音楽だったので、うん、自分もそういう人の背中を押せる音楽を届けていきたいなっていつも思って活動してます、うん、いいですね、はい、できるんじゃないでしょうか。あのホームページでね、あの曲視聴できますし、 YouTube にね、はい、あの結構ねライブの様子とか、あるいはゆかさんがね一人でギターね、はい、ね上がってるんですけど、めっちゃねなんかあの耳に残るいい曲ばっかりで、ありがとうございます。で実は私ね会ったことあったんですよね。そうなんですよ、まあ、イベントでご一緒したことがあってでも申し訳ない、私ね、うん、トニーレブなんとなく聞き覚えはあるけどってこう顔と名前が一致しなかったんですよ。でもさっきリハで代表曲の一つをね演奏してくれたら思い出したの、ね、ですごいいい曲だなと思ってずっと心に残ってたんで、ありがとうございます。ありがとうございます。だからなんか曲で思い出すって、うん、めちゃくちゃ嬉しい、本当に嬉しい、嬉しいね、はい、私も嬉しいわ、なんかすごい、あ、また出会えた、再会できたっていう感じでね。さあそんなね、トニーレイブさんの曲なんですけど、まずじゃあね、どっちから行く、ライブから行く、 CD の話から行く、 CD から行こうか、あ、はい、ね、お願いします、はい、CD が出てるんですよ、はい、ご紹介ください、はい、CD が、エッグストーリーという CD なんですけども、うん、私たちは、夢とか理想とか現実とか全て詰め込んだ物語の世界を音楽に乗せてお届けしているユニットなんですけども、そんな世界が5つ詰まった、うん、アルバムです、うん、500円で、お、税込みですね、しかもいいね、フォローし合うっていいですね、はいはい、5曲入って500円税込み、めちゃお得ですね、安いです、ね、はい、これどこで手に入りますか。はライブ会場と、うん、草津の、うん、草津イオンの島村楽器さんと、うんうん、あと彦根のタイドミュージックさんっていうところに置かせていただいています、うんうん、あ、なるほど、はい、ね、まあ、この辺はまたトニーレイブのホームページを ね、 ね、見ていただければね詳しい場所とかが分かると思います、はい、さあそして、ライブもこの秋もねあるということで、じゃあその中の一番近い2つをちょっとご紹介いただけますか。じゃあさっきのせっかくなんでこのバニスケ君、バニスケ君、うん、はい、はい、
じゃあ、ワニスケ君、いつものライブ告知お願いします。はいはい、どうも、ワニスケです。トニーデーブのライブ告知、次のライブが10月31日豊里小学校でライブします、うん、ぜひ遊びに来てください。そして31日というとハロウィンだね。そうですね、ハロウィンイベントがありますので、うん、ぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、続いてが、そして11月の15日はこれは近江高校でライブします、うん、おぜひ遊びに来てください。学生がいっぱい、うん、ワニスケも楽しみにしてます。もちろんワニスケくんも来るのかな。ワニスケも行きますよ。わかりました、お願いします。はい、ね、じゃあ、お二人にはね、ちょっと演奏の方ね、スタンバイお願いします。はい、はい、はい、じゃあどうぞ。はい、ね、さあ、そして私の方からもう一個ね、もちろん湖北は長浜市内でもありますよ。11月22日日曜日、ね、長浜市のライブもできる多目的ハウス川崎屋さんで決定いたしました。ライブイン川崎屋、オープニングアクトが日だまりセカンドさん、そしてトニーレイブのお二人がね、ライブをしてくれます。お二人ともね、滋賀出身、滋賀在住です。この組み合わせいいよね。はい、オープンが6時15分、そしてスタートが6時30分です。フリードリンク付きで、チケットはお一人1000円。このドリンクね、なくなり次第終了となりますね、お急ぎくださいね。詳しくは清水メガネ店さん、電話 0749-62-4543 までお願いします。川崎屋さんのね、ホームページでもチェックしていただけます。そしてトニーレイブさんのホームページでももちろんね、チェックしていただけると思います。ということで、さあ、準備はよろしいでしょうかね。ですか。ではね、スタコホアーティストナイトボリューム15、お願いしましょう。トニーレイブさんです。クワ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 、物語の世界へようこそ。トニーレイブです。一つ目のお話は、不思議な不思議なカエルたちの物語。ぴょこんと飛び跳ねるといつも名前を呼ばれる僕らで、そんなに有名なのかな。人間だよね、くだめ大きな乗り物に乗って僕らの知らない景色を見るんだね。あるサラリーマンってやつが僕に言う、君になりたいよって落ち込んでんだね。だったら甘がえるのが勝負さ、クワ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 、やかましの上等部さ、クワ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 、落ち込んでる君の心癒すのが僕らの仕事なんだよ。甘がえるのが勝負さ、クワ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 、もろさいねと言われてもクワ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 、美しいハーモニーじゃないけれどさ、君に届けるよ、クワ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 。ドレミファミレドミファソラソファミドドドドレミファミレドカエルの歌が聞こえてくるよ。でも僕らには歌えない、だから甘がえるのが勝負さ、クワ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 、やかましの上等部さ、クワ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 、小さな僕らができることは君にエールを送ること。甘がえるのが勝負さ、クワ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 、もううるさいねと言われてもクワ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 、指揮者も楽譜もないけれどさ、君に届けるよ、クワ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 。
るのが勝負さクワ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 やかましの女王さクワ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 落ち込んでる君の心癒すのが僕らの仕事なんだよ甘えるのが勝負さクワ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 もううるさいねデュアリティもクワ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 美しいハーモニーじゃないけれどさ君に届けるよワク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 おきに次のお話は突然現れた悪者に命を奪われてしまった悲劇のヒロインたちの物語誰かが簡単に奪ってもいい命など一つもない悲劇のヒロインは突然に絶望の淵に立たされたタコの話彼はどうして生きることを選んだの酸素のない密の中苦しみながら一瞬で言った大切な人風は冷たいよ人生の風悲劇のヒロインは突然に悲しいストーリーの主人公さ前世が残し私がいて来世につなぐこの命誰かが簡単に奪うものじゃない家庭も何もかのせいにしたバカなやつだ後悔もせずに傷だらけて横たわるのは愛を知らない大切な人を虚しいだけさ人生のせつ何が悲しくて泣きながら生まれてきたのかわからない視線運命盲目の瞳濃すぎるよ選べないなんてなかなか邪魔花が咲く言葉もない風は冷たいよ人生の風悲劇のヒロインは突然に悲しいストーリーの主人公さ前世が残し私がいて来世につなぐこの命誰かが簡単に奪うものじゃない誰かが簡単に奪うものじゃないありがとう。ありがとうございます。ちなみにこちらのハットから鳩が出ませんが、こちらにあります。
魔法のバケツからは、この魔法のバケツからはワニが出ます。先ほど紹介しましたワニスケです。お願いします。一つだけライブします。11月22日川崎屋さんでトニーレブアコースティックワンマンライブします。ぜひ遊びに来てください。お時間等はまたホームページ等もありますので、ぜひ来てみてください。あ、もうワニの世界に帰らないと。ありがとうございました。ありがとう。はい、ワニスケくんありがとう。おきにありがとうございました。最後のお話は、雨の日に訪れた奇跡の物語、雨ユニットのトニーレイブ。今日は見事に雨じゃないですね、一つの奇跡が起こりました。皆様にも素敵な奇跡が起こりますように。ラスト、雨の降る今日この頃、ワンツースリーフォー。雨の音がする、最悪だな今日は。デートなのに仕方がないし、コーヒーを飲みながら彼にメールをしよう。雨の降るかこの頃、あたしガラガラしています。雨の降るかこの頃、だけどなんだか幸せです。雨の降るかこの頃、あたし歌うたしています。雨の降る今日この頃、だけどなんだか切ないです。携帯が鳴る、メールにはスマイルの絵文字、チャイムが鳴って扉を開けるとあなたが立っていた。雨の降るかこの頃、少し呆れてしまいます。雨の降るかこの頃、だけどめちゃくちゃ嬉しいんで。雨の降るかこの頃、あたしラブラブしています。雨の降るかこの頃、こんな時間幸せです。ワンツーサンシー。雨の降るかこの頃、二人映画を見ています。雨の降るかこの頃、気がつけばまだ寝てます。雨の降るかこの頃、あなたの寝顔を見ています。雨の降るかこの頃、早く起きて頑張ってよ。雨の降るかこの頃、雨の降るかこの頃。ありがとう。お気に入りありがとうございました。トニーレブでした。もうおしまい。お気に入り。
トニーレーブでした。いいよね。なんか思わずこうやってこう乗ってしまいましたね。チャットもいただいてます。たくさん。後で またご紹介しますね。さあ、続いては、湖北の空撮ね。湖北の風景ご覧ください。どうぞ。ということでね、さあ続いてはね、週末のおすすめ情報のコーナー参りましょう。お、東田くん登場、はい、イエーイ。こんにちは、はい、ね、こんばんはですね。こんばんはですね、はい、さあ、あ、ということはいよいよ近づいてきましたか。はい、あのイベントが今週でございます、うん、ご紹介ください。はい、はい、今週、10月24日25日、長浜バイオ大学で名校祭が開催されます。イエーイ、待ってたぜ。はい、ついにやってきました。ついに、うん、はい、名校祭、今年も、素晴らしいゲストの方に来ていただくということで、うん、はい、1日目の方が、うん、お笑い芸人、吉本の芸人さん3組、藤崎マーケット、和牛プリマダンナさんというね、関西で活躍されている芸人さんが1日目来られるということで、うん、で、25日、2日目の方は、リーファさんが、来てくださってライブをしてもらう。やっとついに登場ですか、はい、リーさん。はい、はい、去年も来ていただいたんですけど。あ、そうだ、去年来た。はい、今年も来て失礼しました。2年連続で。私は知らなかっただけね。はい、はい、ゲストの方はですね、うん、時間が、24日お笑いライブの方はですね、2時から3時の1時間となっております。で、リーファさんの、ライブの方なんですけども、25日の14時から14時40分の40分間となっております、うん、で、その他ステージ企画の方は、うん、盛りだくさんな企画と、あと25日2日目のラストにはビンゴが控えておりますので、はい、ビンゴ大会で豪華な景品も用意しておりますので、はい、ね、はいはい、その他うん、ダブルダッチ、マジックサークル、うん、ダンス部などの、パフォーマンスもありますので、うん、ぜひ注目していただければ嬉しいです。あれもあるんですか、なんかステージ系のほら、バンドみたいなの。バンドですはね、うん、サブステージの方で軽音部が、うん、食堂の横 のスペースがあるんですけども、うん、はい、そこで軽音部のライブがずっと開催されております、ね、ちょっとね、電車の時間があるでもね、さっき帰られましたけど、はい、さっきね、軽音のマドンナが来てましたね、はい、まあ、バイオ大のマドンナですね。バイオ大のマドンナ、はい、すごいね、ここことね、はい、放送、はい、ね、明日怒られると思いますね、うん、はい、はい、その他、まあ、学内でですね、学生のチームが模擬店を出展したりとか、うん、はい、あとマルシェとかも注目ですね、うん、マルシェから、まあ、僕らも
僕らではないですけど、あの学校の授業で地の酒プロジェクトでお世話になっているあの百姓屋の清水さんとかが、うん、あのポン菓子を出店されるということで、はい、あれね美味しいよ。この間私初めて食べたポン菓子、はい、軽くてサクサクで、うん、はい、はい、僕も買いに行きたいなというふうに思っております。はい、はい、うん、まあ、その他あの食堂の方で吹奏楽部 の, あの演奏があったりとか、うん、あとグランドの方でフリーマーケットが開催されておりますので、うん、去年は体育館だったんですけども、うん、今年はグランドの方であの大きく開催するということで、すごい、ね、はい、あ、やっぱ規模が大きくなったんですね。はい、フリマやっぱ楽しいよね、いっぱいね出店してると ね、 はいね、フリマ好きな人、はい女子みんな手挙げて、ああよく見て、僕も好きです。なんかね、いろんなものあって、そうです、いろんなもの、はい、はい、今年もブース数が多いということで、はい、あのいろんなものが注目ということで、はい、わかりました。はい、じゃあもう一回そのね、タイトルと日時と場所おさらいしておきましょうか。お願いします。はい、はい、10月24日25日、名工祭、2015ということで、時間は、土曜日は10時から8時まで、うん、日曜日は10時から6時までということで、うん、はい、あの場所は長浜バイオ大学で開催されてますので、はい、場所はどうやって説明、長浜バイオ大学の場所っていうと、ですね、田村駅から、うん、あの徒歩で1分のところなので、ね、はい、田村駅降りてもらえば、あの、うん、田村駅降りてまっすぐに進んでいただければ、うん、あの本部がございますので、うん、ね、そこでパンフレット等受け取ってもらって、本当、じゃあ実行委員 の、 あの東田君たちも、はい、僕は本部中心ということで、はい、ね、この顔見たら、はい、あいつも見てるよとかね、あ、当日もこの格好で、この格好で来るの、はい、あ、そう、おー、かっこいいね、はい、執行部ということでスーツで、あ、そうですか、はい、しっかりとですね、はい、はい、ね、楽しみにしております。頑張ってね、はい、ありがとうございます。と、はい、ね、ことで長浜バイオ大学の名工祭2日間です。今週もそうですね、もうね、はい、はい、ね、皆さん来てください。はい、お待ちしてます。ありがとう。はい、さあ続いてはですね、ライブイン川崎屋情報を2つねご紹介します。こちらも今週末ですね。まず1つ目です。10月24日土曜日ですね、午後7時オープン、7時半スタートです。ライブイン川崎屋、この日の、ね、パフォーマーは諸口明さんと松崎博彦さん、あの諸口兄が川崎屋にやってくるということでね、これあの知る人ぞ知るすごい、ね、あのアーティストさんなんですよね。当日はチケット2000円です。フリードリンク付きですが、こちらいつものようになくなり次第終了となりますので、予約の方お早めに。続いて翌日25日日曜日、こちらの、今度パフォーマーはラブインシティ2015ということで、鈴木徹さんと、これイーアキンドさんって呼んでいいのかな、ね、この二方がご出演されます、ね、鈴木徹さん結構これねすごいプロフィール書いてあるよ。なんかあのノエビア化粧品とかアウディのコマーシャルでもね、なんかカバーした曲が使用されてとか書いてありますね。詳しくはね公式ホームページご覧ください。そしてこれはアキンドさんでいいのかな、ね、ちょっとかっこいいですねこの人の写真もね、はい、いろんな方とね一緒にライブ活動をねされているということだそうです。こちらチケット4500円になります。10月25日日曜日、7時オープン、7時半スタート。こちらもフリードリンク付き、なくなり次第終了となりますので、お早めにどうぞ。詳しくは清水メガネ店さん、電話 0749-624543 番までお願いいたします、ね。川崎屋さん、ね、国道8号線、旧の国道8号線、高田の交差点を北へ行ってね、一つ目、あれなんだっけ、お菓子屋さんあったね、田中屋さんね、田中屋さんね、お菓子屋さんの角をこうね、左折していただくと歩いてすぐ行けますのでね。住宅街の中にあるね、スポットですので、まあ、中ではいいんですけどね、待ってる時とかね、終わってから外の方でね、出ていただいた時、ちょっとね、おしゃべり大きい音を出さないとかね、当然また、その一帯は禁煙ですのでね、おタバコ等ね、灰殻、吸い殻とかね、捨ててないように、それだけちょっとね、皆様ご協力をよろしくお願いします。ライブイン川崎屋。そしてね、11月22日はね、トニーレイブンさんもね、はい、もう一回、これね、ああ、これですよ、これですよ。ね、10月22日はやりますので、ね、ぜひお楽しみにね。ねチャットも結構いっぱい来てるのよ、ね、ありがとうございます、はい、ちょっとご紹介しましょう。ゆうさんとゆかちゃんでトニーレブやからねって、あ、嬉しい、よかった、はいね、ね、はいね、
それから待ってましたトニーレーブ、おすごいね、追っかけるね、ライブ行きたいなね、ワニスケ、あ来たよワニスケも、ありがとうございます、ね、やったー、ありがとうございます、あかわいいかわいいね、やったー雨、3曲目に歌っていただいたね、うん、あの曲私も一番なんかすごい好きです、ね、ありがとうございます、ね、はいね、それからたまに PA するんですが、 PA っての音響のことですね、 PA するんですが、ゆかちゃんのギターのラインが気になって、これどういうことだろうね、なんだろうね、うんね、はい、あのギターといえばさっきまた後で皆さんアーカイブで見てほしいんですけど、なんかギターに飾り面白いのついてたね、あはいね、トカゲが、トカゲ、はい、トカゲね、クジラじゃなくてトカゲついてますね、はいね、はいね、そして、あ、今週末ロードバイクで木の本に秋を満喫しに走ります、あこれまたね、別の方、あそうですか、いいですね、そうなんです、木の本でもね、北国街道木の本や塾祭り秋の陣っていうのが始まって、この24日がねオープニングイベントがね、開催されるそうなんですよね、それをきっかけにまたね、11月末までいろんなねイベントが盛りだくさん、12、24日ちなみに木の本北国街道商店街、ね、でこうなんかね、イベントがあるそうですね、詳しくはまたねちょっとチェックしてみてくださいね、はい、さあそしてもう一つ、スタジオ広報もねまたちょっとお手伝いさせていただくんですが、この番組でもね特集でご紹介しました市民オペラのオテロ、これもまた今週末に近づいてまいりましたね、はい、これは舞台稽古をちょっとね見学させていただいたんですけれども、まあ、今回はこのプロの声楽家と地元の市民オペラ合唱団が共演する、そして運営もボランティアスタッフで行うっていうのが特徴なんですね、地元の参加者はこの運営委員さんをはじめとして合唱団に21名、そして助演が11名、実は我がスタッフ校からも2名ね参加してるんですけどもね、ということでトータルボランティアスタッフ44名の皆さんが参加してこの運営をね盛り上げてるということだそうなんですね、はい、オペラというとねなんかすごい難しく聞こえるんですけど全然そんなことなくて、要はねセリフをすべて歌で歌って演技する、それがオペラなんですね、で本場イタリアということでイタリア語で全て当日も上演されるんですが、モニターで日本語字幕も出るそうですから皆さんご安心くださいね、で主催される会場となる朝日文化ホールさんのホームページからねオペラの楽しみ方とかこのオペラオテロの内容あらすじや見どころなどがね詳しく分かるようになってますので、まずはぜひね浅井文化ホールさんのホームページねチェックしてみてください。じゃあもう一回最後ね、場所とか日時ねチラシ見ながら確認しておきましょう、みんなで頑張る市民オペラ歌劇オテロ、ヴェルディ作曲ですね、もうヴェルディの最高傑作と言われている、オペラです。10月25日日曜日、午後1時30分セレモニーとなります。でこのセレモニーの中で指揮者の方によるオペラ解説があるということなのでね、それを聞いてから楽しむとよりね楽しまれるんではないでしょうか。場所は長浜市内保町の朝日文化ホールです。前売りは一般3000円、当日3500円、そして中学生以下は前売り2000円、当日2500円となっております。絶対前売り買った方がお得ですよね、はい、ということでね、ぜひいろんな見どころいっぱい、そして市民の、ね、方がボランティアで運営関わってるっておっしゃったんですけど、小道具なんかもね、こうねボランティアスタッフさんが作っておられるということで、ね、うん、こちらもちょっとねチェックしてみていただきたいなと思います。スタコホもねちょっと撮影でねお手伝いをさせていただくことになっております。詳しいお問い合わせは朝日文化ホール、電話 0749-74400074-4000番までお願いいたします、ね、ということで、さあこれでもう全部ね紹介、あ、僕ある、はい、お願いします。高くんどうぞ。レコーディング入門講座、そうね、音響講座をねずっとシリーズでスタジオ広報してるんですが、今週10月23日の金曜日午後7時30分からね、同じく多目的ハウス川崎屋で湖北音響勉強会、今ではね割と音響とは何ぞやってね、はい、ちょっとこう基本的なお勉強をしていただいたんですが、今回はレコーディング入門講座ということで、もう数々のねいろんなところ大阪などを中心にレコーディングですとかねスタジオのね講師もされている相葉光三さんを講師に迎えましてお送りします。
ね、トニー・レブさんも、ね、CD とかねこう作られてますけど、ね、アーティストさんでねこれからまたこう自分たちの録音なんかもっといい音でね録音したいなとかね、それからこうライブねなんかでももっといい音でね、もちろんPA さん音響さんがいらっしゃるんですけど、ライブね協力してもっとねよりいい音でねこう楽しんでほしい、自分たちも楽しみたい、あるいは自分でこうなんか録音自分で演奏ね録音して楽しみたいなんてね、もうアマチュアの人方からね、まあプロの方までね役に立つ内容だと思いますので、そしてこれがなんと参加が無料でよかったの？無料だね。はい、たくさんの方のご参加お待ちしています。またこの後ねスタジオ広告の Facebook ページ等でもねご紹介させていただきますので、詳しくはそちらチェックしてくださいということで、さあ盛りだくさんの週末になりますが、その気になるお天気参りましょう。めぐちゃん、はい、はい、今週の湖北のお天気です。今週末ですね、うん、10月24日土曜日25日日曜日ともに晴れのち曇り時々曇りですね。お最低気温が14度、最高気温23度ぐらいなので降水確率も 20% なので雨もそんなに降らないかなと思うので、やったやった、ね、いろんなイベントをね、うん、晴れてる中行っていただけると思うので皆さんもぜひぜひ ね行動していただいて、秋晴れなのでね。そうですね。うん、ね、なんか秋の風景をそろそろ写真バンバン撮りたくなってくるよね。あ、本当です ね。もうそろそろ紅葉も始まりますよね。そうですね。ポチポチと色づいてきてるよね。うん、早いところではね。はい。ね。はい。ということで、あ、今夜流星群が。あ、え、そうなの？今日流星群です。チャットいただいてます。流星群。はい、どの方向を見ればいいんだろう。でも1時間に40個ぐらい見れるとかっていう、おすごいじゃんすごいじゃんね、話ですよね。じゃあちょっと夜更かしして、はい、ここ今ね今日は木の本町小山のね藤田スタジオからお送りしてるんですけど、はい、ここ他周りあんまり明かりないから すごく綺麗に見えますよ、ね、木の本だったらバッチリ見えるかもね、うん、寒いです、寒いそうですね風邪ひかないように気をつけていただいてね。はいね、最近ずっと晴れてますね。夕方は空も焼けます。そう、夕焼け綺麗だよ ね。今日も綺麗でしたよ、うん、ピンクになって、ね、はい、またそんなお写真ね皆さんまた撮りましょうね、うん、はい、はい、さあそして来週の予告参りましょう。めぐちゃん、はい、はい、お願いします。10月28日来週のスタジオ湖北は田舎暮らしフェスタと多文化共生フェスの2本立てですね、うん、2本立てね、はい、長浜らしい湖北らしいねイベントがね開催されるのその情報、そしてここに、ね、もう一つね、さらに今年初めて開催される前原ね開催される、はい、スローライフフェス、おー、うん、この情報もねちょっと一緒にご紹介させていただこうと思ってますのでね、はい、来週もどうぞお楽しみに。さあ最後、あ、ありがとうございます年野さん。オリオン座の方向ですかね。オリオン座、オリオン座どこだろうね。あっち、あっちだそうですねみんなね、はい、この後ね、あの、はい、お家の明かりをちょっとエコなスローな夜ということで、お帰りをちょっとね暗くして、はい、外のね明かり、星を楽しみましょう。星空楽しめるの湖北ならではだよね。うんですね、あんまりね大きいライトないもんね。ね、明るいと見えないですもんね。そう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 だよ、湖北ならではね、これ秋の夜長をね楽しみましょうということで、はい、夜も更けてまいりました。それでは来週、じゃあ今週はこの辺で、ね、東田くん、そしてトニーレーブンのお二人ありがとうございました。あ、坂本くん、せっかく来たから何か言うことあったらどうぞなんかどういうことですか、うん、すごい楽しかったです。楽しかった、ありがとう、ね、さっきからずっとももちゃんがずっと動いてるんです、ね、作曲活動は順調ですか大丈夫です、ね、あ、本当。また今年もコンサートやるの？そうですね、まだちょっと日程言えないんですけど、うん、一応企画が上がってるので、ね、はい、またもし渡りのね、よさこい音楽とともにね、すごい迫力あるね、うん、はい、楽しみにしてます。ということで今週はこの辺でごきげんよう、おやすみなさい、バイバイ。